ヒュー・ボーマンは、オーストラリアを拠点とする機種。香港で起乗する際の漢字表記では、ヌ文と表記される。1997年、16歳で見習い機種デビュー。し、1997年と1999年には、ニューサウスウェールズ州の最優秀見習い機種に選ばれ、2001年に、正式に、機種免許を取得した。2002年、コカインの陽性反応があり、 長期間の起乗停止となる。2004年、ドゥームベンカップを勝ち G1 初制覇。2007年には、シャーガーカップに参戦して最多の得点を獲得。世界選抜の勝利に貢献した。2008、09シーズンにニューサウスウェールズ州のリーディングを初獲得。その後2011、12シーズン、2014、15シーズン、2016、 17シーズンと同州のリーディングを獲得している。2015年には短期免許で日本初来日。初騎場のアンドロメダステークスで当選レイブを勝利に導き、日本初騎場初勝利。2016年は香港競馬にも参戦し、ワーザーとのコンビで香港ダービーやクイーンエリザベスにスイカップを制した。2017年はオーストラリアでは、 ウィンクスとのコンビで G1 を6勝、香港ではワーザーとのコンビで同2勝、また、日本ではシュバルグランとのコンビでジャパンカップを制するなど世界を股にして活躍し、ライアン・ムーアやラン・フランコデッドウリを抑え、ワールドベストジョッキーとなった。2018年の宝塚記念の際には、ワーザーとコンビを組み参戦。人気薄ながらミッキーロケットの2着に入った。 オーストラリアで数多くの大レースを制しているが、オーストラリアにおける最大のレースであるメルボルンカップは未だ未勝利。2018年にはマルメロで3着に入ったが、その際に多重違反を犯し35日間の騎乗停止を喰らい、ジャパンカップで騎乗予定であったシュバルグランに騎乗することができなかった。ありがとうございます。